どうも、ベタです。パーサーがやっていきたいと思います。本日は、はい、サクチャレやってきましたね。そして今回は先人谷高校ということで、まあ、いつも通りチャレピーを稼いでそれを競い合うんですけども、先人谷高校特有のガッツストリームでチャレピー獲得。前情報を聞くところによると、1回ガッツストリームを起こすたびに3000ポイント入るらしいので、必ずガッツストリームは鍵になってくると思います。まあ、やる気効果でチャレピーボーナス。練習時のやる気効果が高いほど練習で獲得できるチャレピーが多くなります。先人谷高校のイベキャラなど、やる気効果アップのイベキャラボーナスを持っているイベキャラをデッキにセットしていると、チャレピーを獲得しやすくなる。なので、まあ、やる気ボナのキャラ、どんどん入れてください。はい。で、まあ、今回も怪我率ボーナスありますが、まあ、もう、合ってないようなもんですね。もう、ガッツストリーム中は、怪我ないので、はい。なので、まあ、そこはほとんど考えなくていいのかなと思っております。で、今回、自分が、見てて、これだけは、やった方がいいかなと思ったものは、この試合ですね。試合。日の生シュート。3000点大きいです、さすがに。なので、加藤寺くんが欲しい。自分、加藤寺くん持ってないんですよね。リナちゃんも持ってないし、加藤寺くんも持ってない。なので、ちょっとガチャを引かないといけないかなと思ったところに、はい。ガチャが来ましたね。うん。まあ、今来てるのは、春の女子会ガチャと、サクチャレガチャ A と、サクチャレガチャ B。まあ、上、結構、ね、豪華なのは豪華なんですよ。水着ユーロやサンタスズメが、まあ、復刻してるんで、豪華かと思いますが、自分はこれは引くつもりはありません。はい。やっぱり今回、サクチャレ何としても上位入りたいので、リナちゃんか、カットジ君、どちらかを当てないといけないんですよ、やっぱり。勝つためには当てたいと思っているので、A か B を迷っていました。で、まあ、SR、5分の2ぐらいで当たるのかな、うん、5分の2で当たるのですが、まあこの顔ぶれを見ると、リナちゃんはやっぱり評価が高くないと、告白しにくいということもありまして、これは借りようかなと思ってます。自分はフレンドに。なので、カット軸狙いで、サクチャレガチャ A を引いていきたいと思います。うん。しかも今回、ここに書いてある通り、10連ガチャルにつき、おまけつきということで、招き猫3個、金ゲド2個、ドリンク5個もらえるので、まあ、招きとドリンク、まあ、今回のサクチャレで結構必要かと思います。まあ、自分の場合、ちょっと試合の集中心の守りとかも必要かなとは思っているのですが、まあ、必要でしょう。これからも必要となってきます。なので、もしかしたら追いガチャもするかもしれません。まあ、カット時間が出なかったら話ですけど、出たらもうそこで終わろうかなと思ってます。まあでも、60連分一応意思は用意したんで、60連は引こうかなと思っております。で、まあ今回、まあ5人ともやる気ボナー強いです。まあ、川辺くんは微妙だったかもしんないんですけど、オチくん、松崎さんは結構強かったはず。やる気ボナーが。で、まあ初回いつも通り30個で引けます。そして、30連目、60連目で SR 以上確定のピックアップイベキャラ確定。なので、5体のうち、どれが1体出ます。お願いですから、カットジ君出てください。そして、それ以外で、まあ、先ほども言ったおまけがついてくるのと、PR が確定となっております。はい。なので、引きたい。カットジ君を引きたい。引いていきましょう。では、10連目いきたいと思います。まあ自分的にまあカットジ君か、まあもしくは炎上君ですね。まあ来てもいいのは。まあカットジ君来てください。お願いします。さあ。博士来てもいいけど来なかったなぁ。さあさあさあ。あれ？あれ？あれ？突き抜ける？お？これ何も光らずに突き抜けると自分の中だと PSR の確率が高いんですよね。とりあえず暗転してください。暗転したらカット落ちの確率高いんでね、SR でも。はい、お願いします。あー、牛尾くんかー。牛尾くんってやる気高かったっけ。あ、オチくんね。
オチ君自分 SR しか持ってないんで、 SR 向かい方か、それしか持ってないんで、まあオチ君の PR はちょっと嬉しいかな。この子はやる気ボナではないですね。なのでいりません。はい、では20連目いきたいと思います。いやー、引きたいよ、引きたい、お願いします。さあさあさあ、 SR 出て、とりあえず、とりあえず SR 出て、葛藤寺君の SR が出てくれたらだいぶ変わる。自分のデッキでもかなり攻めれるはずなんで、お願いします。来い、突き抜けろ。ナイス、いいですね、いいよいいよ、なかなかいいよ。お、まあ1個か、1個でもしょうがないけど、葛藤寺、来い来い来い。あー、マジか、気取りちゃんいらないんだよな。まあ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 、はい、とりあえず葛藤寺狙いは変わりません。お願いします。30連目、ここ確定ですね、ここ確定です、確定で、この5キャラのうちの1キャラ出ます。葛藤寺来い、お願いします。葛藤寺お願い、来ないとやばい、来ないと結構遅れを取るよ。お願いします、お願いします。突き抜けるのは突き抜ける。さあ葛藤寺来る、来るか、確定以外でも出てほしいな。あ、確定だけですね。さあこれは安定してくれれば葛藤寺です。あーあー、自分的に一番いらないのは来ちゃったな。一番ではないけど、まあいらないですね。まあこのキャラ、やる規模な 60% か、ちょっと微妙ですね。うん、まあ一応限定っちゃ限定だったかな、確か。うん、まあこいつらがあるだけまだ引く価値はあるか。はい、40連目いきたいと思います。お願いだから来てください、葛藤寺くん来てください、お願いします。来い葛藤寺。 PR も来てなかった、もしかして。 PR も来てほしいんだけど、解放したいから PR も来てほしい。おい、おおお、あ、そうですよね、自分の場合なかなか SR 率悪いんで、まあとりあえず葛藤寺の PR も出てほしい、お願いします。来ないね。はい、50連目いきたいと思います。さあ来い、葛藤寺来てください、お願いします、お願いします。 SR 以上、葛藤寺。お、 SR 確定演出ですね、今回。ってことは6回中5回 SR 出るってことですね。お、全然今日は運がいいのか、そう、葛藤寺出なかったら意味ないんですけども、運がいいのかな。さあ来い葛藤寺、お願いします、お願いします、お願いします。なんとも言えない。あー、マジか、いらないね。この子もやる気ボナじゃないんでね、ダイモンくん。ダイモンくんやる気ボナじゃないんで、やる気ボナならね、ワンチャンあったんですけども、ないですね。はい、最後、確定枠。さあ、葛藤寺くん、来てください。お願いします。はい。いやー、お願いだ。来てください。博士演出来てもいいよ。はい、お願いします。 PSR ではなさそうだ。そして確定以外も出てほしいな。確定以外、確定以外、確定以外もお願いします。まあですよね、ですよね。まあでもこれで安定してくれればそれでいい。それでも今日はもうこれでガチャが終われる。まあ今日はガチャ終わるんですけどね。オチくん、オチくんか、葛藤寺の PR 出たけどな。いやー、渋いね、渋いですね。ではミキサーできっかな、今日出た SR でミキサーできない。オチくんはさすがに回す、いや、オチくんもいっかな、ミキサー回しちゃって。
おちくんはさすがにやめとこうか。では、ダイモンくん。で、あと、川辺くん。と、あ、カットじ出てるな、PR。キドリちゃんと牛尾くん。さあ、ミキサーしましょう。ミキサー。まあ、牛尾くんはあと48がいるんで、ちょっとやめときます。ミキサーやめときます。なので、この子たちを、いらない子たちをミキサーしたいと思います。はい。カットを出てください。お願いします。いやー、これ出てくれた神なんだけどな。お願いします。さあさあさあ、まあ突き抜けるのは分かってるんだ。はい、葛藤寺来い。はい、本日の動画はこれで終わらせていただきます。ちょっと追いガチャするか迷い中ですが、まあはい、やっていきたいと思います。では、またいろいろ攻略動画出していきますので、よろしくお願いいたします。サクチャリ頑張ります。ベタでしたー。